どうも、こんばんは、NM です。東京グールテレビアニメシリーズ10周年を記念したどでかいプロジェクト、ついに発表されたんですけども、展示会ということで、正規ルートのアニメ化の予想は外れてしまいましたということであります。今回の展示なんですけども、石田水天みたいなイラストとか資料の展示ではなくて、最近流行りの体験没入型展示会みたいですね。まあチームラボとかイマーシブフォート東京みたいな感じで、まあ、その世界観に、入り込める見るアトラクションみたいな感じになるのかなと思います。ちなみに会場は東京と大阪だけですね。でグッズもいろいろ販売されるみたいですけど、まあ、チケットがねちょっと高いかなって感じなんですよね。完全、受注生産グッズ付き入場券が12,000円、限定グッズ付き入場券が前売りで5,000円、当日で6,000円、通常の入場券が前売りで3,300円、当日3,500円って感じですね。でこのグッズなんですけど、まあアニメのイラストってことでね、好き嫌いは分かれるかなと思います。まあ、まだ何も展示の内容とか詳細発表されてないんですけども、まあ、しあさっての7月6日から、7月6日土曜日から、チケットは予約開始ということらしいです。で、まあ、ありがたいのは、つい先生の書き下ろしのグッズが来場者全員にプレゼントされるんで、まあ、そこはね、めちゃめちゃいいと思います。で、まあ、今回の発表なんですけど、まあ、なんとなく正直、アニメのね、リメイクっていうのは、まあ、僕言ってましたけど、3日前から。まあ、夢のまた夢かなと、正直心の奥底では思ってました。まあ、ただ、これだけね、盛大に告知してよ。まあ、こんなことなかったじゃん、今まで。アニメのアカウントでさ、10日前にね、ちょうど10日前に、まあ、専用の映像がね、こう、バンってアップされて、まあ、歴代の、まあ、無印から RE までのこの全てのアニメのなんかこういいシーンをこうバーって並べたみたいな専用の映像を用意して、まあそれにさ7月3日 PM6 時ね、カミングスーンみたいなジャストみたいな感じでさ、まあ盛大にこうおなんか来るぜみたいな告知をしつつ、まあ3日前からですよ、画像をチラ見せしつつカウントダウンがね始まって 3,2,1 おついに明日発表だ発表だってなって溜めて、いざ蓋を開けると展示会ですと。まあ正直、まあ、少しねがっかりしたんですけど、まあ勝手にね期待しすぎたのかなとも思っております。まあこんなもんじゃないかなと落ち着いてます。普通に納得してます。ただね、テレビアニメ東京グール放送10周年プロジェクト始動ってね、ツイッターのアカウントには書いてるんで、まだプロジェクトの一環に過ぎないと。この展示会はねまだ序章なんだと、この後に控えるビッグな発表の前置きなんだと、そう思うようにしてます。たださっき言った通り、アニメのリメイクとかっていうのが、まあ、まだ夢のまた夢だっていう考えも心のどっかに置いておかないと、何もなかった時にすごいダメージ食らうんで、まあ気長に待とうじゃないかなと思います。OVA ゲームあわよくばリメイク、何でもいいので、まあ、この後最高の発表があることを、まあ、僕はね心から願っておる次第であります。皆さん今日の発表はどうでしたでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。